アンドリア・デディバシッチは、ユーゴスラビア・ニクシッチ出身の、元モンテネグロ代表サッカー選手。ポジションは FW。ユーゴスラビアのニクシッチに生まれ、パルチザンベオグラードから、プロデビューして3シーズン半の間プレーした。RCD マジョルカ2004年1月に、スペインリーガ・エスパニョーラの RCD マジョルカに移籍し、2003から04シーズンは17試合に出場して4得点を、 上げたしかし、2004年夏に、エクトル・クーペル監督が就任すると、外国人枠を争うフェリペメロの加入もあって、出場機会が激減し、2005年1月には、ポルトガル・スー・ペル・リーガの SL ・ベンフィカに、レンタル移籍したが、わずかな出場機会しか与えられず、レンタル移籍は、不成功に終わった。2005年夏には、完全に、 クーペル監督の構想外となったため、SC ブラガにレンタル移籍し、2005から06シーズンは10試合に出場して4得点を挙げた。2006年6月には幼馴染と結婚した。2006から07シーズンはギリシャスーパーリーグのエックアテネ FC にレンタル移籍したが、契約は途中で打ち切られ、2007年1月にはポルトガルリーガで女の SC ベラマルに、 レンタル移籍した。2月4日のユーリ・レイリア戦でデビューし、シーズン終了までに11試合に出場した。2007年夏のプレシーズンには、RCD マジョルカに復帰し、プレシーズンマッチに試合で6得点を挙げる決出した、活躍を見せたが、トップチームに残留するのには十分でなく、スペイン・セグンダ・ディビシオン・のレアル・ソシエダに、レンタル移籍した。二千四年から二千八年まで、 RCD マジョルカに在籍したが、他クラブへのレンタル移籍が続き、RCD マジョルカでは通算29試合出場7得点に終わった。エルクレス CF2008 年8月5日、フリートランスファーでスペインセグンダ・ディビシオンのエルクレス CF と2年契約を結んだ。2008から0球シーズンは31試合に、 出場して11得点を挙げ、2009から10シーズンも9得点を挙げてプリメーラディビシオン昇格に貢献した。ラーヨバ・バジェカーノ2010年夏、セグンダ・ディビシオンのラーヨバ・バジェカーノに移籍した。2010から11シーズンは30試合に出場して7得点を挙げ、異なるクラブで2シーズン連続でプリメーラディビシオン昇格を果たした。 世代別代表2004年6月には U-21 セルビアモンテネグロ代表としてドイツで開催された UEFAU-21 欧州選手権に出場し準優勝を果たしている8月には U-23 セルビアモンテネグロ代表としてアテネオリンピックに出場したがグループリーグ敗退に終わったこの後は調子を落として 世代別代表から遠ざかっていたが、二千六年六月には、モンテネグロがセルビアから分離独立し、モンテネグロに位置する、ニクシッチ出身のデリバシッチは、モンテネグロ代表に招集される権利を有しており、代表に招集される機会が増した。しかし、二千七年三月二十四日に、開催される、新生モンテネグロ代表の初試合のメンバー発表を、前にして、デリバシッチは、 モンテネグロサッカー協会から全く接触がなかったと不満を口にし、初試合のメンバーに自身が含まれなかったのなら、永久にモンテネグロ代表ではプレイしないと言い切った。A 代表2009年9月、ブルガリア戦のためにモンテネグロ A 代表に招集されたが、9月5日に行われたこの試合では出場機会がなかった。10月10日、2010フィ f ファワールドカップ。 ヨーロッパ予選のジョージア戦でデビューを果たした。2011年10月7日の UEFA ユーロ2012予選のイングランド戦では後半ロスタイムに同点ゴールを決め、モンテネグロのプレーオフ進出決定に貢献した。代表ゴール、ありがとうございます。